マウイ島、花の空中写真地図花は、アメリカ合衆国ハワイ州マウイ島の東端にある村で、マウイ島の騎兵などの中心地から最も遠いところで、ある。ハワイ王朝のカーフマヌ女王の誕生地、初めて大西洋を飛行機で無着陸横断したチャールズ・リンドバーグの終焉地としても知られている。ハワイ王朝時代のの花地区、現在の花地区500から800年頃、 ハワイ先住民がマウイ島にも来たとされていて、15世紀にはピーラニヘイヤウム作られた。花では最初のサトウキビ農園が1849年に開かれている。1883年までには6つのサトウキビ農園があったが、1946年にはサトウキビ農園はすべて閉鎖されて、農園労働者は島の西方面へ移動した。同年に、 カウイキーインが開業して、花でも旅行業がスタート、これはその後現在のホテルトラバーサ花となっている。1926年には曲がりくねって、素晴らしい長めの花ハイウェイが開通し、石ころ道であったが、初めて車で花へ来れるようになった。20世紀初頭には花の人口がこれまで最高の3500人に達した。2010年の人口調査では、 花の人口は1235人で、初体数は390、家族数は252であった。花には、花高校、小学校ができている。花は、北緯20度46分12秒、整形155度59分39秒。 北緯20.77000度整形155.99417度、20.77000-155.99417に位置してる。マウイ島東部のハレアカラ山の東の麓にある。花国勢調査指定地域になっていて、それによると11.7平方マイル。そのうち10.5平方マイルは地面で、1.2平方マイルは水面である。 気候的には、花は厚く、タウで、周りは、熱帯雨林である。花空港へは、ハワイ島、カフルイー、オアフ島から、定期便がある。全面舗装の花ハイウェイがあり、曲がりくねった、素晴らしい眺めの道路である。これが開通するまでは、空路、または回路に寄った。ヘール・オーパイ、イラニー・ヘアウは、近くの谷にある。ありがとうございます。